宇宙世紀 0093、 人類の粛清を目論むシャー・アズナブルの反乱によって、地球は小惑星アクシズの落下という危機に瀕していた。地球へと落下を始めたアクシズを止めんと取り付き押し返そうとするモビルスーツたち、互いに争い合っていた者たちが、ただ地球を救おうとする光景の中に、ユー・カジマは確かにいた。彼をこの無謀とも思える行為に突き動かしたのは、ガンダムから放たれた青い光。ユーはその機体の姿を、かつて彼自身が乗り込み戦ったモビルスーツと重ね合わせ思い出していた。自分を救った一人の少女の記憶。そして今、自分の眼中に広がっているこの色を。時を遡ること14年前、宇宙世紀 0079-11月、一年戦争において地球連邦軍によるオデッサ作戦が成功し、地上の戦局が連邦軍に傾き始めた頃、連邦軍の第11独立機械化混成部隊に所属し、モビルスーツの実戦データを得るため各地を転戦していたユーが出会った青き死神と呼ばれるモビルスーツ、すべてはそこから始まったことだった。誰か私を止めて、早くあの青い機体を破壊してください。誰か。戦慄のブルしやがれ。やられるもんか。ここで落としてやる。
攻撃を開始する。攻撃を開始する。そこか。目標の戦闘レベル確認。やろう。また仕事かよ。俺たちに休みはねえのかい。覚悟しやがれ。アラート、アラート。なぜ殺した。なぜ殺す。なんだ。今は目の前の敵を倒すだけだ。捕らえた。ダメージ拡大。
落とせるはずだ。食材などいらん、消え去れ、死ね。愚かだな。このジオンの騎士たるニムバス・シュターゼンに戦いを挑むか。面白い。侮れない敵のようだ。そこか。愚かだな。我が裁きを受けるがいい。また青いモビルスーツか。このジオンの騎士たるニムバス・シュターゼンに戦いを挑むか。面白い。おしゃくな。ちっ、ふざけた真似を。ユーたちの前に現れた連邦とジオンの2つの青いモビルスーツ。この出会いは偶然なのか。そして戦いを終え帰還したユーの目の前にはその青いジムが立ちはだかっていた。困惑するユーの前に一人の男が現れ、その真意を語る。ユー・カジマ君だね。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。この機体はブルーディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。ブルー。お前の腕を見込んでこのブルーを任せたい。こいつは見た目こそジムだが全くの別物だ。ジェネレーター出力は通常のジムの 17% 増し、各関節の駆動系にも手を加え、運動性も 20% は上がっている。かなりのジャジャ馬だ。しっかり手綱を掴んでもらいたい。次の作戦ではこいつで大活躍してくれ。よろしくな、ユー・カジマ中尉。中尉？中尉への昇進とともにブルーのパイロットとなったユー。しかしそれはユーが運命の波に飲み込まれたことを意味していた。そう、逃れられぬ青の運命に。
あそこに敵がいる。この声は。今は目の前の敵を倒すだけだ。そちらがその気ならば遠慮しない。遅い。いや、私を傷つけないで。この女の声は一体。この人が私に乱暴をする。クソ、何なんだこれは。
そこにいたかマリオン。私を憐れむ必要はもうないのだよ。やはりそうか。貴様の期待にもあの女がいるのだな。女？それがマリオンなのか。貴様、この前のパイロットか。果たして貴様の腕で私を落とせるかな。このエグザムに選ばれた私を。このニムバス・シュターゼンが全てを裁いてやる。遅い。落としてみせる。こしゃくな。ニムバス、ニムバス・シュターゼン、それがお前の名か。ユウ、ユウ・カジマだと。貴様なぞにエグザムを操る資格などない。マリオンの力返してもらうぞ。ユウ、私をここから解き放って。マリオン、今は目の前の敵を倒すだけだ。おのれ、キャリフォルニアベース掃討作戦は連邦軍が勝利を収め、北米におけるジオン軍は撤退を余儀なくされた。この作戦で対峙したブルーとイフリート海、エグザムを搭載したこの2機のモビルスーツの戦いは相打ちに終わる。連邦とジオン、両軍に存在したエグザム、果たしてエグザムとは何なのか。その謎を知る一人の男がいた。クルスト・モーゼス。ジオンから連邦に亡命したエグザムシステムの開発者である。クルスト博士はもともとジオンのエグザムシステム第一人者だ。エグザムがジオンに存在するのもそのためだ。博士はニュータイプの研究をしていたらしい。ニュータイプ？ニュータイプについて詳しいことは俺にもわからんが、普通の人間より勘の優れた人間だと俺は認識している。そのニュータイプの被験者を使った実験の中で生まれたのがエグザムだ。博士は今も連邦のエグザム研究施設で実験をしているはずだ。エグザムを搭載した残り2つのブルーをな。ブルーディスティニー2号機と3号機、失われたかに見えたエグザムは未だ存在していた。そしてイフリート海を失いながらも生き残ったニムバス・シュターゼンは連邦のエグザム研究施設を襲撃する。見つけたぞ、クルスト・モーゼス。連邦に寝返った裏切り者め。ニムバス・シュターゼン、私とエグザムを追ってここまで来たか。その執念、やはりエグザムを使いこなせるのはお前しかおらんようだ。お前こそニュータイプに裁きを下す者。それで命乞いのつもりか。2号機はお前のものだ。有意義に使え。今さら私を選ぶなどと恥を知れ。
ト博士を殺害したニムバスはブルーディスティニー2号機を奪取、ユーはその2号機奪還を命じられ、残された最後のエグザム搭載機であるブルーディスティニー3号機へと乗り込む。2号機を奪ったニムバス、3号機を託されたユー、互いに同じブルーを狩る2人は裁きの時を迎えようとしていた。
よし、一応ぶちかますぜ。好きにはさせん。このまま距離を詰める。僕だっていつも隠れてばかりいられないんだ。手加減はしない。これで終わりだ。落としてみせる。
私はエグザムのパイロットとして選ばれたのだ。そうやって貴様は全ての他人を見下すのか。貴様に分かるものか。やれるはずだ。そこか。今は目の前の敵を倒すだけだ。直撃だと。ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる二人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止したユーのブルーは空をさまよっていた。ユーの目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。しかし空にはあるわ。空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。ユー、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように仲間たちが待つ場所へと帰っていった。エグザムシステムは公式な記録として残されることなく、その存在は歴史の闇に葬られた。しかしエグザムはユーの心に決して色褪せない記憶として確かに刻み込まれたのだ。その後のユーが戦うことの重さに押しつぶされずにいられたのは、あの時の色を忘れずにいたからだろう。それはマリオンという一人の少女が見せた青い空の色だった。